厳選ニュース、海外の反応、国内の声をお届けします。動画の最後に予備チャンネルのご案内がございます。ぜひそこまでご覧ください。よろしくお願いします。日本企業、韓国人 LINE 会長が断言、 LINE は日本の企業であると会長発言。日本政府はマイナンバー紐付け、厚労省の新型コロナ対策と LINE を徴用。 LINE の親会社である韓国ネイバーの創業者イヘジン氏へのインタビュー抜粋。 LINE はもともと韓国で7割以上の検索シェアを誇るネイバーの日本法人だった。ネイバーは LINE 株の 83% を保有する親会社。そのため日本国内では LINE は韓国企業による韓国製品などと揶揄されることも多い。ネイバー LINE グループのトップに君臨する意思はどう感じているのだろうか。企業の国籍を問う意味とは何か。 LINE の株式に対するネイバーの保有比率が高いことから、日本では LINE のことを韓国の会社だと捉える向きがあります。イヘジン会長、私の考えでは LINE は日本の東京に本社を置いており、意思決定の体制を見ても、例えば取締役会の過半数は日本人で構成されています。もちろん日本の法律に基づいて管理運営されており、税金も日本にちゃんと納めている。その意味で LINE は日本の会社だと思っています。ネイバーが LINE の株式の約 83% を持っているために、 LINE は韓国の会社であるという話が流れているのでしょう。しかしその論理であれば、ネイバーの株式の約6割は外国人投資家によるものですから、ネイバーもその子会社の LINE も韓国の会社ではないという結論になってしまいますね。報酬52億円の理由問い、 LINE はネイバーの日本法人のメンバーが独自に企画して作り世に出したものです。その意味で LINE 自身が日本製だと主張してきました。一方で LINE を開発したエンジニアの中心メンバーはネイバー出身の韓国人なので韓国製であると指摘する人もいます。イヘジン会長、例えば iPhone は誰が作ったのかというと、当然ですが部品を製造したり組み立てたりした人々の国籍のすべてが米国というわけではありません。また一般に開発の上流に携わった重要なエンジニアやデザイナーの国籍を調べた上で、米国人が多いから米国製とは言いませんよね。問い、経営陣の韓国人メンバーへの報酬が手厚いことから、LINE は韓国企業だと指摘する向きもあります。例えば、ストックオプションを含めた2015年度の報酬額は、取締役 CGO の新潤補佐が約52億円と突出しています。上場前に公表された新さんの持ち分比率は、イさんの 2.78% を超える5.12% と、個人としては1位でした。イヘジン会長、創業メンバーのストックオプションは LINE の取締役会で決めたものです。LINE の成長や上場については、私よりも新さんの方が貢献していると思いますし、それに対して公正な評価があったと思います。新さんは私の希望もあり、2008年日本市場開拓のためネイバーを辞めて家族と共に訪日してくれて、 LINE の前身であるネイバージャパンの立ち上げに尽力してくれました。私は会社が成功した場合、最初の創業期にリスクを取った人の貢献が最も大きいと思っていますし、
高く評価すべきだとも思っています。以上、ネットの情報。以下、韓国ネットの声。もう LINE は韓国の会社といういい加減なことを言うやつらはいないでしょうね。 LINE は日本の会社です。ロッテが韓国の企業だというよりは説得力がありますね。開発も日本でしたので。 LINE はもう終わりか。 LINE はネイバー 50%、 ソフトバンク 50% ではなかったのですか。そのような状況で会長が直接はっきりと日本の会社だと話したから終結しました。 LINE はもともと日本の会社です。日本人が運営して日本に会社もあるし、正しい言葉でもあります。雇用も税金も日本なら日本の企業で正しいです。株式だけが多いからといって韓国の企業ではありません。私の周りで LINE を使う人を見たことがありません。日本の企業という確認を受けるために韓国人に聞いてみる。会長がお金を儲けたくて日本の企業だというのです。外貨をたくさん儲けてきてください。そのような形ならアップルコリア、トヨタコリアも韓国の企業です。今まで使ったことはないけど今後絶対に使ってはなりませんね。韓国の市場は重要ではないということでしょう。遠慮なくあんな発言をするんですね。代表という創立者がそもそも韓国は LINE をあまり使わないから。以上、韓国ネットの声。以下、日本国内ネットの声。韓国企業という話を耳にして使ってなかったけど友達が使ってとうるさいから仕方なく始めた。でも日本企業どっちなんだ。取締役の過半数が日本人って言ったって、実権握っているのが韓国人だったら意味がない言い分聞かした。なんちゃって日本人もいるからと思って調べたら、主要役員11名のうち日本人5名、韓国人6名、下っ端役員が日本人なら意味ないね。実際問題、就職の際に国籍を問うてはいけなくなっているし、韓国人だけは数名で生活できる。日本は食い物にされているよ。株式どうこうも同じだね。会社の中で行われていることは株主には見えないし、韓国に個人情報を垂れ流しているのにね。そういうデマって見せしめ逮捕される可能性あるから注意した方がいいぞ。ただでさえ情報開示請求の資金下がってきてんだから煽りが下手だな。誰かを殺すとかどこかを爆破するとか犯罪性のあるものでなければ情報開示は無理だぞ。そもそも事実をもって名誉毀損はありえないからな。真実による名誉毀損が罪に問われないのは毀損対象が個人の場合のみです。その場合でも真実であるとの立証責任は名誉毀損した本人にあります。ご注意ください。刑法第230条1項、日本の判例では他人の社会的評価を低下させる発言については事実を指摘・公表しても名誉毀損にあたるという判断だぞ。例外的には1、事実の公共性があり、2、もっぱら公益目的にあり、3、真実であると認められた場合には不法行為にあたらないとされている。全部該当するじゃないか。LINE は韓国企業だよ。個人情報全部抜かれてる。 LINE 使ってるやつはバカ。2014年ハクタオンラインが韓国政府の LINE 傍受を報じた時、 LINE の社長がブログで抗議、ハクタオンラインが反論となったがそれで終わり。
事実上認めた格好だわな。日本の IT 企業ライブドアがホリエモンの逮捕で株価急落した時に買収したのが韓国のネイバー、その元ライブドア、日本人スタッフが主体となり開発したのが LINE。 大株主は韓国企業になったが、運営もそのまま日本で行っている。日本企業もどきと言っていいだろう。当時ライブドアを叩いて潰して格安で韓国企業に売り払った日本の売国文化人、企業人、検察に注意しよう。日本人社長が数千万とか数億の報酬で、韓国人役員が数十億の報酬をもらってたのに、日本企業、日本人を代表にしただけの名ばかり社長だろ、韓国に個人情報を流してる最悪の日本企業か LINE。 この会長は三つ笠会社 LINE を日本人に見抜かれないようにして収束させたいんやな。陽日丸出し、韓国に私生活を全部丸裸にされてもいいと思っている人は使えばいいんじゃないか。俺は使わないけど、ソフトバンク G 傘下になったから日本企業と言えなくもない。孫正義の弟、韓国籍の元宝も同じく韓国企業。韓国ネイバー社は LINE の 87% の株を保有。 LINE を使用していた韓国人が政権批判した情報が流出して続々逮捕され、今では韓国人さえ使わない。何度も日本人の個人情報が韓国に流出していたのを知らずに使っている日本人もバカだが、コロナ、マイナンバーと紐付けする日本政府ってとことんバカだわ。そのネイバーも株主の6割が外国人です。というか、サムスンや LG などに投資している韓国の銀行の8割が外国人の投資。しかもその7割がアメリカ企業。サムスンが好業績を上げる前に、アメリカ企業が韓国にたくさんの投資をした過去があるが、銀行も投資先になっていた。そして今、韓国の企業たちはアメリカ企業への配当を維持するために奴隷のような状況になっている。日本がホワイト国から韓国を外した時、アメリカ企業は韓国に配当維持を要求したというのも事実。なのでサムスン会長は顔真っ青で日本に飛んできた経緯がある。韓国で独自に発展した企業がない理由は、こうした事情が背景にある。サーバが半島にある時点で日本企業じゃないです。 LINE のサーバはソウルにある。メッセージデータはすべて韓国内のサーバに保管されている。これで日本企業と言い張るって頭大丈夫か。こいつが LINE から何十億も取ってたやつか。で、LINE は赤字にして消費税払ってなかったんだって。ソフトバンクから税金対策、日本の利用の仕方を教えてもらってそうだな。ソフトバンクは韓国人がオーナーだろ。孫は帰化した日本国籍で韓国籍じゃないんだが、 LINE 会長は日本国民への建前帳、日本企業と言った。取締役会はそう思っていないし、韓国のものと思っている。それだけ KCIA に盗聴される LINE が日本企業とは、いわゆるポジショントークというやつね。ここではこう言わないとダメで、別のところでは別のことを言っている。以前、韓国の国家情報院 KCIA が LINE 傍受なんてニュースもあったし、韓国の年金機構が出資してるしで、どこが日本企業なの。6年前の KCIA の LINE 傍受の話は、当時日経 BP がフォローしてるな。韓国は今でも休戦中の国だし、
国が民間の通信を傍受することを禁止する法もない。サーバーがソウルにある時点で丸裸は当然だろうな。韓国は戦時体制との建前で通信の秘密もないから、裁判所の許可がなくとも検察、警察、軍、その他政権側が見せろと言ったら通信履歴が全部提出される。それなのに日本じゃ国会議員が LINE をバンバン使っているなんて、河合夫妻だけではないだろう。平和ボケも大概にしてほしい。民間企業の R&D や大学研究所では LINE 禁止のところがあるぞ。逆に筑波にある国立の研究所の多くは使いまくっているけどな。コロナ騒動でよくわかったが、日本で当たり前の基本的人権が韓国にはない。個人のプライバシーもなくて当たり前なんだな。 LINE じゃなくて楽天バイバーでいいじゃん。モバイル展開してるんだから政府もバイバー押せばいいのにな。 LINE が日本企業だと言いたいのはわかるけど、ファーウェイが中共に情報提供しないと宣言するような、まるで信用できない話だと思う。会社の重要案件の連絡に LINE を使っている会社はほぼないと思うが、もし気にせず使っているならやめた方がいいかも。ちなみに韓国ではカカオトークが 83% という圧倒的シェアを持っていて、 LINE 利用者は 15% しかない。中国は WeChat、欧米は Facebook、Twitter、WhatsApp、YouTube、Instagram。 LINE は日本でしか流行っていない。ガラパゴスアプリなのだよ。NEC、PC98、ドコモ、i モードなんかと並ぶ。日本の典型的ガラパゴスアプリ。LINE は日本ガラパゴス。なんて言われるけど、親日国の台湾対インドネシアで、なぜか人気。しかし本家の韓国ではさっぱりというのが面白い。これも反日化。日本では LINE がスタンダード化してしまったのは紛れもない事実。可愛い女の子と出会った時 LINE 交換くらいしないことには次のステップには進めない。愛もしないで LINE でつながったつもりになってる哀れなぼっちの姿しか見えない。以上、日本国内ネットの声。この度、当チャンネルが何らかの都合で閉鎖に至った場合の予備チャンネル、海外の反応ファイトジャパンを作成しました。現在、当チャンネルを登録していただいている視聴者様には、予備チャンネルにもぜひ、チャンネル登録していただきますようお願いします。ご登録があれば毎日の場合でも引き続き投稿動画をお楽しみいただけます。具体的には、1、パソコンでご視聴の場合は動画画面下のもっと見るをタップしてください。2、スマホの場合は動画画面下の動画タイトルをタップしてください。3、タップすると関連チャンネル、海外の反応ファイトジャパンという文言の下に URL が表示されますから、そこをタップしてください。4、チャンネルページに入りますのでチャンネル登録をお願いします。5、新チャンネルの動画をご覧いただきますと、この間の経緯を簡単に申し上げています。これもぜひご視聴いただきたくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。今回の動画はいかがでしたか？この動画の情報や内容にご共感いただける方、今後の動画をご期待いただける方は、画面右下のグッドマークをクリックしていただきますようお願いします。また一言でもコメントをいただけたらありがたく存じます。ただ、ヘイトとみなされる文言は
YouTube からブロックされますので、ご注意ください。最後にチャンネル登録と通知音をお願いします。チャンネル登録していただきますと、登録済みの横にベルマークが表示されます。そのベルマークをクリックすると通知音になります。これでこのチャンネルが新しく動画投稿したとき、その情報がすぐにご連絡できます。どうぞよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。次の動画もぜひご覧ください。画面左はこのチャンネルでご覧いただきたい動画です。クリックしていただくとご覧いただけます。画面右はこのチャンネルの最新動画です。もしご視聴がまだでしたら、ぜひご覧ください。